ダッチイントレピット、イントレピット、イントレペットは、大型4ドアのフルサイズ、全輪駆動セダンである。機械的には、クライスラーコンコード、クライスラー LHS、クライスラーニューヨーカー、イーグルビジョンやクライスラー 300M とも関連がある。イントレピット、コンコードとビジョンは、LH というクライスラーのコードネームのプラットフォームを使用した。 ダッチの採用型車としては、ダイナスティ、トモナコ、お代替し、カナダでは、クライスラーイントレピットとして販売された。同時に、メキシコ市場へはそれまで、クライスラーブランドで販売されていた、ダイナスティ、お代替し、かつ初のダッチブランドの車として、ダッチのバッジを付けて導入された。イントレピットのデザインは1986年に、ケビン・バーダイン、ケビン・バーダンが、ナバホ、 ナバホと呼ばれる新しい空力特性の優れたセダンのコンセプトモデルの初期外装デザインを完成した時まで遡ることができる。このデザインはクレーモデル段階以降には進まなかった。これと同じ時期にクライスラーは破産したイタリアのスポーツカーメーカーランボルギーニを買い取った。ナバホの外装デザインは仕立て直され、1987年の フランクフルトオートショーで発表されたコンセプトカーのランボルギーニ・ポルトフィーノとなった。ポルトフィーノはクライスラーにキャブフォワードと呼ばれる革新的レインの量産型セダンを生産することを決定させたデザイン的挑戦の先駆者であった。キャブフォワードデザインは長く寝た全部インドと比較的短いオーバーハングという特徴を持っていた。 車輪を効果的に車両の四隅に配することにより、同時代の車よりかなり広い室内空間を表していた。車種の設計は、1987年に、クライスラーがアメリカンモーターズ、ANC を買収した後の1980年代終わりに始まった。この時期に、クライスラーは、中級車のダッチダイナスティの校舎を設計し始めたところであった。当初、 この車はダイナス機と類似したものであったが、元 ANC の生産技術開発担当の副社長だったフランソワ・キャスタンが1988年にクライスラーの両技術担当の副社長になった後でこの車は完全に葬り去られた。キャスタン指導の下で新しい設計はイーグルプレミアを土台にして始められた。プレミアの縦置きエンジン配置。 前輪サスペンション機構とブレーキシステムが継承され、車種自体は前輪駆動と後輪駆動の双方、LH と LX に対応できるような多様性に富む構成となりました。車種設計はその後数年の間に宣伝されていき、さらに多くのクライスラーの試作車、1989年のクライスラーミレニアムと1990年のイーグルオプティマに使用された。 トランスミッションは、プレミアのアウディ製と ZF 製のオートマチックトランスミッション AT の影響を受けたもので、クライスラー製横置き AT の A604、41手ウルトラドライブ、ウルトラダイブから多くの部品を流用した A606 としても知られるとなった。しかし1991年1月25日のニューヨークタイムズ紙は、コンシュマーズユニオン、 1991年2月発刊のコンシューマーズ・レポート紙、コンシューマー・リポーツ上でこのウルトラドライブ、トランスミッションを搭載した車両が、信頼性にかけ安全上に問題があるとして、消費者に購入しないように警告しているを、批評抜きで報じた。1990年に、新しい技術を搭載した先進的な車の動力源には、 新しい技術を搭載した先進的なエンジンが必要であると判断された。この時点では3.3リットルオブ型6、筒エンジンのみを使用することが確定していた。3.3リットル60度回路の V 型ブロックは、ボアを広げて3.5リットルに拡大され、プッシュロー駆動のバルブは1シリンダーオ4バルブのサイチェシーに変えられ、先進的な3.5リットル V 型6気筒エンジンと、 第2世代のイントレピット RT のエンジンブロックは広範囲な改良の一環としてアルミニウム中造製にされた。第1世代の LH カーはデトロイトで開催された1992年の北米国際オートショーで3種の1993年モデルクライスラーコンコードダッチイントレピットカナダではクライスラーのバッジを捨て イーグルビジョンとして大々的に発表された。イントレピットは2種類のグレード、ベースと4輪、ディスクブレーキ、16インチホイールと上級タイヤを装着し、固めのツーリングサスペンションの設定をしたスポーティで、装備が充実した S が選択できた。すべてのイントレピットにエアコン、4足 AT と、当時としては珍しかった全席エアバッグが、標準装備であった。 トラクションコントロールシステム、アンチロックブレーキシステムとより強力な3.5リットル V 型6気筒サイチェシー、エンジン、最高出力 214HP はオプションであった。イントレピットの最初の5年間の生産中での変更点はほとんどなかった。1994年にパワーステアリングが駐車時の操作力を低減し、高速域でしっかりした。 ソー感を残した新しい可変アシスト量のもの変更され、この年にツーリングサスペンション設定がベースグレードでも標準となった。ES グレードでは1995年にアンチロックブレーキシステムが標準装備となり、1996年にはオートスティックと呼ばれる手動変速機能を持った AT がイーグルビジョンツから継承された。これは 主力車種に取り付けられたこの種のトランスミッションでは初めてのものあった。イントレピットは元 ANC の工場。もともとイーグルプレミアを製造していたカナダ、オンタリオ州、ブランプトンにあるブランプトン工場とアメリカ合衆国、デラウェア州、ニューアークにあるクライスラーの工場で製造された。LH カーは1998年に根本的に刷新され、 デザインは当時としては素晴らしく、モダンで広く歓迎された。エンジンは、新しい2種の総アルミニウム製で、ベースグレードは2.7リットル DOHC、V 型6気筒、ES グレードは3.2リットル V 型6気筒、サイチェシーに代替された。2.7リットル V 型6気筒エンジンの中には、オイルスラッジの混入による故障に悩まされたものがあった。この問題は、 エンジンオイルの細い流路にスラッジが詰まり、しばしば致命的なエンジン故障を引き起こした下記を参照。オイルスラッジの問題は他の車でも起こるものであるが、イントレピットでは頻繁にオイル交換を実施しても起こることから悪名高い問題となり、数知れないオーナーがこの問題に悩まされた。対処法は科学合成オイルへの交換、点検。 エンジン自体を交換したオーナーさえいた。ベースグレードは通常の4速 AT を使用し続け、ES グレードはオートスティックが標準装備にされた。新しい最高グレードの RT が2001年に追加され、これの最も重要な要素は 242HP を発生する再設計された3.5リットル V 型6、気筒エンジンであった。これと同時に3.2リットルエンジンは、 E.S. グレードにはオプションとなった。2001年にイントレピットはナスカーサーキットにデビューし、16年間の中断後のクライスラーのナスカーレース復帰を表明した。当初のダッジチ,チームは、ビルエリオット、ジェレミー・メイフィールド、ワード・バートン、スターリング・マーリン、ジョン・アンドレッティ、バックショット・ジョーンズ、カイル・ペティ、ステイシー・コンプトン、デーブ・ブラニー、ケイシー・アトウッド、 をドライバーに用していた。マーリンは最初にダジチームで勝利をつかみ、これは1977年にニール・ベネットの運転で初勝利して以来であった。2002年に RT は PCM プログラムの変更で 2HP 出力が上がり、89オクタンのガソリンで 244HP を出した。RT は2003年モデルでは廃止されたが、 新しい SXT の3.5リットル高出力、ハイアウトプットエンジンは 250HP まで増強された。SXT は結局ダッチの製品ラインに共通のグレード名に使用された。イントレピット SXT は基本的には RT から受け継いだ3.5リットル HO エンジンを搭載したイントレピット SE のベースモデルであった。このグレードは実質的には ES、SXT と同等のお買い得グレードであったが、ES に高出力エンジンを取り付けて装備品を減らたものであった。12年間以上にわたる障害で、イントレピットの人気は衰えていった。キャブフォワードの外観は未だに革新的であったし、デザインはライバル車に比べよりモダンさを感じさせ、魅力的であり室内も凍ったが、2004年8月にイントレピットは、 クライスラーの新しい後輪駆動の LX カーに更新を譲った。さらに、第2世代のイントレピットは、警察車用、消防指揮車や、初期のシュボレーカプリスや、フォードクラウン・ビクトリアのようにタクシーに使用された。これらの使用には、特徴のある外観上の装衣、ホイールのハーフキャップ等があり、トランク部や、フロントグリル横のストロボライトや、フラッシュライト用の配線が追加されていた。 これらの仕様といくつかの非警察、非商用仕様には、制動能力向上のためにブレーキディスクの冷却用に気流を導くプラスチック製の導入管を付けたものがあった。ダイムラークライスラー、現代ムラーは2005年モデルのダッチマグナムステーションワゴン、2006年モデルのダッチチャージャーセダンのために2004年モデルでイントレピットを用した。 1990年代末に、クライスラーは、イントレピッドをディーゼルエレクトリック方式ハイブリッドカーの研究用プラットフォームに使用した。イントレピッド S、SE、SE の3種類が製造され、最初の車はシリーズハイブリッド方式で製造されたが次の2車はマイルドハイブリッドが検討された。これらの車は1997年から1998年に、 かけて企画された。S の設計チームは 34.5km リットル2.9リットル 100km96mpg のガソリン消費率の車両の製作を目標に設定していたが、最終的には概算で 23.3km リットル4.3リットル 100km66mpg しか達成できなかった。 この数値はこの手の車両にしては印象的なものであったが、この車には多くの希少素材を使用しており、全規模量産に入った場合に莫大なコストがかかると見られた。この車の価格は8万 US ドルと見積もられ、これは通常のイントレピットよりもおおよそ6万 US ドル高価であった。この価格高騰の大部分は鉛蓄電池の使用に起因していた。 SE の設計チームはいくらか控えめな 29.4km リットル3.4リットル 100km84mpg のガソリン消費率を目標に設定した。この車はアルミニウムと繊維強化プラスチック複合材料を使用して常の車よりも軽量に仕上がっていた。この車の価格は 37000US ドルくらいで済み。 標準のイントレピットよりも約 15000US ドル高価であった。このモデルはニッケル、水素蓄電池を使用していた。3番目のモデルの SE は 30.3km リットル、3.3リットル、100km86mpg のガソリン消費率を目標としていた。この車は繊維強化プラスチックの代わりにより安価な素材である。 射出成形の熱素性プラスチックを使用していた。価格は標準のイントレピットよりも約 7500US ドル、高価な3万 US ドルあたりと見積もられていた。SEE はリチウムイオン二次電池を使用していた。イントレピットとコンコードはカードライバー氏の1993年度と1994年度の充血に選出された。 第2世代のイントレピッドは1998年度と1999年度の充血に再度選出された。第1世代、第2世代ともにコンシューマーガイドのベストバイ賞を獲得した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。